ゲートがありませんので、祭りをやる前には集合太鼓というものを叩いて、これから祭りが始まるぞ、みんな集まれという形で片付けてございます。この集合太鼓に合わせて我々の囃子方もご登場させていただきました。でその後に演奏しましたのが、信仰の囃子という形で、実際こう大型のねぶたが祭り期間中青森の街中を揺り歩いています。その時に合わせてやる演奏が今の信仰という囃子でございます。それを聞いていただきました。ではもう一度ですね、ねぶた祭の期間中に実際に流れる信仰の囃子を、一回聞いていただきたいと思います。今同時になりましたけど、今度はですねちょっと少し趣向を変えまして、まず笛のソロを一回し、そこに今度鐘の音を出して、で最後にみんなでというような形でやってみたいと思います。ではよろしくお願いします。Thank you.
ある形でねぶた我々囃子方は演奏をしていくということなんですけども、まあ、今日はですね、ねぶたの絵を割らせてということで、ここではねぶたの体験というのをやることになっておりますので、皆さんにですね、これから実際にねぶた祭りを体験していただきたいと思いますね。青森ねぶた祭りの大きな特徴としましては、まずこう大型ねぶたがあって、こういう囃子方があって、あとハネトというものがあります。まあ、この3つが、一緒になってやっていくお祭りなんですが、もう一つ特徴としまして、このハネトの格好をしていれば、誰もがお祭りに参加していいという決まりがあります。いろんな日本各地、いろんなお祭りがありますけれども、まあ、大体この観光客で来た方はお祭りを見るだけで、参加をするということはなかなかできません。でも青森ねぶた祭りはこの格好さえすれば誰でも参加していいということですね。ぜひ皆さんもですね、この格好をして来年は参加してほしいなと思います。ではまずこの格好の説明をしていきます。まず頭にかぶっているのが花笠です、はい、であとこの浴衣を着ます。であと後ろこの赤いやつで帯ですね、これをしていただいて、あと黄色い四国というもので、あとこの下におこしというものですね、まあ、ピンクと青というものになります。であと足元はこう草履を履いて、で草履もですね、まあ、脱げないようにこう紐で縛っていきます。でただ、まあ、皆さんの草履とか履き慣れていない方は、実際にやると足首ひねったりして危ないので、まあ、スニーカーでも大丈夫ですので、ぜひそういう形でやっ